最も力を入れているカリキュラムの一つがチーム医療演習。看護専門学校の佐藤です。今回のチーム医療では初対面の人が多く緊張すると思うのですが、自分の役割を明確にし頑張りたいと思います。斉藤です。今回のチーム医療は初めてでドキドキしていますが、看護師としての役割をチームの中で果たしていけるように頑張りたいと思います。医療系4学部と2つの併設校から1000人以上の学生が一堂に集まり、それぞれの職種の専門性がどのように連携していけるのか、2日間にわたってディスカッションするプログラムです。1グループおよそ10人のメンバーで構成され、2日間の演習は始まります。各チームには9つのテーマの中から1つが与えられます。詳細なテーマ内容を紐解きながら、チームで取り組むことは何か、携われる職種は何か、どのような問題点が考えられるか、そしてチームの目指す方向は何なのかを議論していきます。やっぱり私たちは専門学生で、相手は結構大学生が多いので、なんか大学生ってやっぱすごいからあんま意見とか言えないのかなっていう雰囲気だったんですけど、みんなそれぞれちゃんと相手の意見も聞いてくれて尊重してくれてっていう環境があるので、すごい自分の意見も言いやすい環境で、ちょっと第一印象とは違う、第一印象というかイメージしてたのとは違う感じでした。はい、看護師なので、看護師はチームとしてのあり方として各職業の連携していくっていうのも学校で教わってたし、行くにあたっての話でも看護師が話の中心になったり、みんなを引っ張っていってみんなをつないでねっていうことを言われてたんで、そういう面でもすごいドキドキしたんですけど、実際行ってみればそんなことも関係なく、それぞれの職種の立場からいろんな話が出て、で自分たちらしさで話し合いが進められているので、いい感じかなと思います。方法は KJ 法っていう方法を用いて、こうみんながそれに関することを付箋っていうか紙に書き出して、それを島ごとに分けていく、その関係するものごとに分けていって考えていくっていう形成法を用いてやっています。形成法とは、小グループでコミュニケーションを取りながら発想を高め、情報整理を行っていく技法です。情報をカードに書き込み、類似したカードを集めながら仲間分けを行っていきます。注意する点は、記入する言葉は一単語が原則、どんな言葉が出てきても批評をしないで奔放な発想を歓迎し、突飛な意見が出ても構わないことなどに留意しながらディスカッションを進めていきます。在宅療養のテーマをやっていて、入院に戻ってきて、でもこれからまた在宅に帰っていくっていうところのテーマでやってるんですけど、やっぱり自分で生活をしている、在宅に帰ってるっていう視点の難しさと、病院では治療ができるから、そこでじゃあ何を在宅に帰るのには必要なのかとかっていうところをいろんな職種の視点から考えて、で在宅なので気持ちの面を特に大事にして、一体これから家族が負担が減らせて、またご本人もいい生活ができるのかっていうことを中心に、いろんな職種の視点から話し合っています。実際じゃあ在宅療養に関わるのは、訪問看護師であったり往診するドクターであったりっていうところで決まった職業の人がイメージで多いなと思ったんですけど、それを専門で勉強してる各職業の人たちが在宅っていう視点を持っていくと、こういうふうに実はもっと関われるんだよとか、じゃあ関わってくれる人に自分たちはこういう情報を提供するよとかっていうところでは、やっぱり学校で看護学校とかでは習ってこなかったので、改めて意見聞いて、ああそうやって関わっていってまたチームもなっていくんだなっていう学びました。最近の
学生というのはどちらかというと引っ込み思案なのかなと思うんですが、そうじゃなくていざこういう仕事が与えられると、まあ、みんなで一丸となって形にできるというんで、非常に感銘を受けてます。なかなかやりますよね今の若い人はね、はい、私も励まされますが、まあ、こちらのチーム医療を受けた方たちっていうのはかなり視野が広がる形気持ちがします。それから社会に出た時にいわゆるチームという意識が非常に芽生えるので現場でも溶け込みやすいというのはいつも卒業生からも聞いています。はい、せーの、できた！発表会いくぞ！完成したそれぞれのチーム医療、2日目の午後は発表する時間となります。チームとして何ができるのか、異なる職種の専門性をどう生かしていくのか、各チームがそれぞれのチーム医療を導き出していきました。発表会の後は総合体育館において表彰式を兼ねた合同懇親会が行われました。2日間のチーム医療演習を終えて多職種の人方と関わることができてすごい看護だけじゃなくいろんな方々の知識を深めることができていい刺激となりましたと、これからの実習にも生かしていけるように頑張りたいと思います。さまざまな視点からいろんな意見を聞けて、また看護としての立場を主張することができて学びが深まりました。これから実習があるので今日学んだことを実習の中で生かしていきながらチーム医療としてチームの中で患者さんのために一つの目標を立てることができると、そこに向かってみんな別々の視点でも一つのゴールに向かっていけることに気づけたので、これからの実習頑張っていきたいと思います。優秀賞に選ばれたチームも選ばれなかったチームも、各自が患者を中心とするチーム医療の立場に立って考えることができた充実した2日間になったことでしょう。